ナメント前の練習でも誰もいない。はい、おはようございます。練習の方ね、今試合前ですけどやってますけど、6日間いて、今日は2試合目ということで、あまり体験したことないのんびりしたスケジュールですけど、まあ体調はいいんですけどね。まあ試合の方はどうなるかね、わかんないんですけどね。分かったらね、あれですけど、まあね、こうやってね、試合ばっかりね、毎週毎月海外の試合行って試合やらせていただいて、本当にありがたき人生でございます。スポンサーの皆様、家族とかの皆さん、いつもありがとうございます。ファンの皆様、頑張ってやっていきたいと思います。このモルジブが終わると一回日本に戻って、少し、また練習なんですけど、まあ、終えた後にそこからもう一回、フィンランド、ヨーロッパ、アメリカとニュージーランドと、まあ、連戦が続くんでね、ここちょっと、まあ、今回やってきた、練習の成果がね、出ればいいと思いますけれども、まあ、結果が必ずついてくるものではないですが、まあ、自分の中でしっかり判断しながら頑張っていきたいと思います。See you, good luck. いやー、ひどかった。超イメージ悪かった。信じられないぐらい失敗したね。いやー、俺の秘密兵器、大失敗だったっぽいな。いやでもしょうがないね、やっぱりいろいろ試してる分だけね、歌を切ると思いますが、まあまた帰って、まあまた元に戻すなりなんなりしてやらなきゃいけないんだけど、やっぱりね、パワーアップしようとすると、まあこういう障害は出るから、まあ何度もね、ずっとこういうところで戦ってるから、やっぱね、上手くなりたいし、勝つためにはどうしたらいいんだって考えて、まあこういうことも起きますよね、やっぱりね、チェンジするのもね。まあ今回はね、本当悪い方に出ちゃったけど、まあ良かったです。まだね、これに早く気づけただけね、まあしょうがないね、また戻して、まあノーブラックがダメだったのかどうかは分からないけど、かなりイメージ悪かったね。一球もイメージ通りつけてないもんね、ほぼ。まあそんなことはほぼないからね。先球も怖かったし、まあでもやっぱりね、もともと糸まぎれついてるので、球が止まったりとか、球アクションの感じとかが、まあいい部分もいっぱいあるのに、あ、難しいね、ビリヤードは。はい、ということで、モルジブオープンはベスト32で、なんだいいとこなかったな。もう動画を見たくないぐらいの感じで、まあ見知れないね、ね、内容もひどかったんで、まあでも、しょうがないね。はい、仕切り直します。まあまだね、ロードが続くとこじゃないんで、一回帰ってまた仕切り直してやっていきたいと思います。応援皆さんありがとうございました。 See you。